じゃあこれにしたいと思います。じゃーん。皆さんこんにちは、デルマロです。実は少し前に IKEA さんの方で新しい棚を購入したんですよ。こちらので、もう3月も後半で、もうすぐ4月で新学期じゃないですか。なので、もっとより良い動画を作るために4月からチャンネルを少しリニューアルさせようと考えています。で、その第一歩にまず最初に背景を今回作っていきたいなと思います。今回は下の2段を飾り付けしていきたいなと思います。とりあえずまず最初にこの原作を飾りたいなと思っていて、棚のこの右から2番目にですね、飾りたいなと思っています。でも原作だけじゃなくて、こういう鬼滅の画集だったり、あと映画の入場特典、あとはこの煉獄さんのパンフレットの豪華版ですね。こういったものもあるので、 IKEA さんの方で購入していた花柄の本立てを使ってね、飾っていきたいなと思います。じゃーん、できました。めっちゃ可愛くないですか。すごく明るくなりました。じゃあこの煉獄さんのをここに、フランフランさんの方で購入していた、あめっちゃ可愛い、じゃーん、こちらの K のマグカップ、かなおちゃんのイニシャルのマグカップです。めちゃくちゃ可愛い。ちょっとごちゃごちゃしちゃってるから、後ろの左側のやつ別のところの方がいいかもしれない。で、次はですね、1個隣のこの棚を飾っていきたいと思います。じゃーん。フランフランさんで以前購入したこちらのフレームにコースターを入れて飾っていきます。これも飾ります。 IKEA さんで購入したすごい大きな 2L のフレームです。この2人同じポーズしてる、かわいい。後ろに、めちゃくちゃ可愛い集団が完成しました。
次はですね、この下の段の方を飾っていきたいと思います。下の段はこちらのイケアさんで購入したこのピンクのカゴをですね、ここにじゃらん入るかな。入れそうです。じゃーん。これは最近オタクさんたちの間で話題になっているんですけど、こちらのダイソーさんのクリアファイルが飾れるこのフォトフレームになります。今からこちらにかなおちゃんのクリアファイルを入れて、この部分に置いていきたいなと思います。とりあえずこの2つを候補にしてちょっと飾ってみたいと思います。じゃあこれにしたいと思います。原作の飾り方について考えていたのですが、ちょっとですね、この原作の漫画たちを少し後ろに移動させて、この18巻のかなおちゃんをこのスタンドで飾れたらいいなと思っているんですけど。じゃあこの23巻たちもこっちに、ここにこれを飾っていきたいと思います。電池式だ、はあ、すごい光り方が。では次はこの一番右側のやつなんですけど、ここにはですね、ぬいぐるみを飾っていきたいなと思います。これをグロウ、じゃん。現時点でこんな感じになりました。最後にですね、こちらの巨大なフレームにかなおちゃんの写真を飾って右端に置いてみたいと思います。もはやピザの箱。とりあえずこれでいきます。かわいい、めちゃくちゃかわいい。最後の仕上げはじゃん、こちらのイケアさんで購入したライトを最後にですね、まあ、そこら辺にちょっとまだ決めていないんですけど、そこら辺にちょっと、飾ってみたいなと思います。お、すごい長っ。電池を入れてきました。わあ、綺麗、めちゃくちゃ綺麗。コードが余ったので、ちょっと上にもやってみようかな。
というわけで今回はですね、4月から新たに新生活が始まるということで、今回ですね、私も部屋作りをしてみました。もうすぐ4月ですので、ぜひ皆さんも部屋作りなどをして気分を変えて、また4月から一緒に頑張っていきましょう。私ももうすぐ4月ですので、今回からチャンネルをリニューアルして、もっとパワーアップした動画をお届けできるように頑張りたいと思います。それでは本日も見てくださり本当にありがとうございます。バイバーイ、またお会いしましょう。